2022年の横浜ベイスターズ、TNA ベイスターズのスタンバイ予想ということでね、えー、結構ちょっと予想を書いてみました。まず先発陣ですね。まあちょっとやはり2021年はね先発陣が特に不安定要素でしたね。えーまあ、大貫投手、京山投手、東投手、上茶谷投手とね軒、えー、並み怪我だったり不審にあえいでしまって、まあ、結果的に先発で固定できたっていうメンバーです。2022 1>, 1年は浜口投手くらいなんじゃないかなと思うんですよね。えー、序盤が中盤あたり今永投手もちょっといなくて、結果的にワンシード通して、えー、こうまあ、ブルペンっていうかですね、こう先発ローテを守りきったのは浜口投手くらいなんじゃないかなということで、先発の崩壊が、えー、進んでるような感じがするんですよね。で後半戦ね、有吉投手の加入だったり坂本投手のね。 えー、まあ、光っていうのはちょっと大きかったのかなと思います。で、個人的にね、今永、浜口、大抜き、京山、あずむ、上茶谷、この並びがね、 えーまあ、その機能を果たせるのであればこのローテを組みたいところではあるんですけどもただ、この書いている京山投手東投手上畳投手ここ2021年の成績を見ると少し、えーまあ、物足りないですしまたちょっと怪我というところでね、えーまあ、そういったところで、まあ、もしかしたら坂本投手や有吉投手またルーキーの 小園健太投手がここに入ってくる、えー、可能性があるんではないかなと、個人的には思います。で横浜、まあ、ねドラフトで、ね、ピッチャーを3人獲得というところで、まあ、やはり先発陣の、ねえー、層の薄さからなのか、まあ、即戦力のピッチャーたちっていうのをこう取ってきたというイメージは大きいです。 で、中継ぎ陣はね、そこまであまり心配する要素っていうのはなくて、エスコバー投手のね、残留が大きいですし、また伊勢投手、今年良かったですね。そして、三上投手とね、砂田投手と、そして山崎、え安、ー、明投手とね、こう言いますので、まあ,ある程度中継ぎの層は揃ってるのかなと思います。で、下手には三島投手ですね。まぁ、あ、若干不安定要素はありますけども、まあ シズ、まあ、として戦うのであればね、まあ、三島投手か山崎康明投手がまあ守護神としてどちらかがまあ双方を務めるという形にまあなるんじゃないかなと思います。はい。えー、で、野手陣なんですけども、これはおそらく横浜 DNA ベスターズ、DNA になってからはおそらく歴代最強だと思うんですよね。で、横浜ベスターズとかね、えー、こう太陽ホエルズとか、あの歴史とかで見ていっても歴代最強クラスのメンバーが揃ったんじゃないかなって感じなんですよね。 まず見てください。あの、この上位5人なんですけども、えー、今年2021年全員3割打ってるんですよね。恐ろしいですよね。そして、オースティン、マキー、そしてソト、この3人でホーラー20本以上ということで、まこれは恐ろしいですよね。えー、なので、これ1番から6番までこれ全員がね、えー、どこでも点が取れる打線というね、えー、そんな感じですよね。 まあおそらく期待値も込めまして1番から5番まで来年も2021、えー、2年もおそらくこの上位5人とていうのは3割近いアベレージまたは3割以上のアベレージを残してくる可能性はあるんじゃないかなと思っています。そして期待値込めましてマキ選手をね100打点にさせていただきましたね。えー、なのでマキ選手がね、えー、セカンドでね、えー、ベストナインをね、山田選手とか、えー、菊池選手から奪うシーンとていうのがね、えー、もしかしたら見れるかもしれません。おそらく外選手とかね、 えーまあトモステ選手の金谷からおそらく2セカンドでのスターメン出場っていうのがかなりこう多くなるんじゃないかなと私は予想しますそしてサードには宮崎敏郎選手ですね、えー、宮崎選手の活躍はねこう非常にこう大きいものですね、まあ、個人的にはね5番宮崎選手の方がね安定感あっていいんじゃないかなというところでソ外選手がね6番なのはこれ打率ですね、えー、まあ打率が高い選手をとりあえず上位に並べたいというところで3割打者を1番から5番にこう並べたって感じですよね まあ打率でこう安定感というか場面で安定感のある選手をまあ上位に並べておきたいというところは、ねえー、個人的にはありますよね、ま,あ、また桑原選手は俊、ね、足、えー、バッターでもありますから、まあ、そこの場面でも、ねえー、まあ機能していくというのが、ねまあ,あれかなと思いますで個人的には、ねえー、ショートの問題が出てくるんですよねショートがが人候補がいるんですよね。 まあ藤田選手を挙げたんですけどもその他、大和選手、柴田選手そして森選手そしてえ今回加入した藤田選手4人がいるんですよね、えー、守備位置がめちゃくちゃかぶってます。 えー、守備、守備位置がこれだけ被ってくるっていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですけど、誰が一体使われるんでしょうかね。えー、ベテランの藤田選手が使うのか、守備上手いですよね。またセカンドも回れるので、まあ、牧選手の守備固め要因としてもね、えー、十分考えられるのかなと思うんですけど、まあ、にしてもちょっとね、多すぎるということでね。そして山本選手、ここも守備固めとしては非常に使い勝手がいい選手です。そして柴田選手、こちらも守備要因としてもかなり有能な選手ということで、 かぶってるんですよね。こうなるとすると、序列的に言ったら若手の、まあ森選手を起用したいっていう感じではあるんですけども、まあ序列で言ったら森選手がね、えー、下に回ってしまうのかなって、そんな感じなんですよね。 うんまあ、使い道がちょっとあまりないという感じなんですけどとりあえず、この4人、ねえー、ベンチに全員座らせておいたという感じなんですけどもどうですかね、あと,あと田中俊太選手もいるんですよね、まあ、田中俊太選手は、ね、別にサードでもファーストでも、ね、一応守れるんで、まあ、この辺りはけが人が出始めた時に田中俊太選手が上がってくるという,ような感じじゃないですかね。 まあ、田中慎太選手が、ね、上がってきたとしても、まあ、歴代最強には変わりはないということなんですけどこれ特に外野が、ねえー、めちゃくちゃ総勝ち佐野選手、桑原選手オースティンそして太田大使、上里和樹ということで、ね、もう総攻守揃ったメンバーが外野手に揃ってしまったということで、ねまあ、オースティン選手と、ね、佐野選手は、ねまあ、総攻守と言われるとまだちょっと違うところはあるんですけどもただ、バックアップ4分が、ねえー、しっかり備わっているというのはこれいいところなんじゃないかなと思います。 えー、佐野選手は大津選手のところに、ね、ダイソーで神、ね、里、えー、選手をこう出すこともできますしまた代打守備固め4位として太大田大志選手を、ね、出すっていうことも、ね、十分ありうるんじゃないかなということで,で太田大志選手を、ねえー、代打守備固め4位にするのはちょっと個人的にはもったいないのかなということでやはりスタメンに使いたいんですよねでとなりますと太田選手は、ね、おそらく7番での起用があ個人的にはありうるのかなとは思います。えー、それで まあこれで藤田選手やね大和選手、それに柴田選手、そして森選手は8番でえショートでのスタメン出場になるかなと思うんですけどもえとまあ打線的に見ていくと太田選手なんですけどもお,まあおそらくライトかレフトかで務めるかとは思うんですけどもこうなりますと佐野選手とオースティン選手そして外選手が邪魔なんですよね。 えー、なのでこの3人をどうにかしなきゃいけないということで、まあ、外すわけにもいかないんで、えー、佐野選手か外選手、ね、キャッチャー経験があるのでどちらかをキャッチャーでやらせるしかないんじゃないかなと思いますで、まあ、太田太一選手、ね、ファースト経験もありますけどもただ守備適性とかで見ていくと外野の方が、ね、守備適性の方が、ねまあ、明らかに上だと思うような感じするので、まあ、どちらかというと外野で ね、えー、した方がいいのかな、ライト起用の方がいいのかな、というところで。まあ、そうなりますと、佐野選手がキャッチャーで、えー、オースティン選手が、えー、その際にはファーストに行くような形で、レフトにオースティン選手が回るような感じになるんじゃないかなと思います。失礼しました。えー、と、えー、佐野選手が、えー、キャッチャーに回りまして、オースティン選手がレフトに行く形になりますね。これでいいですね。そして、 ソト選手がキャッチャーをやるときには、オースティー選手がファーストに回る。そして、これで、うんえー、太田選手をライト起用ができるということで、まあ、これがまあ個人的にはね、やりたいんですけど、どうですかね、ファイヤーフォーメーションですね。キャッチャーがソト選手か佐野選手かっていうところでね、うん、まあ、キャッチャーもね、えー、横浜からすれば言うて、あ、まあ、穴だったんですよね。まあ、なかなかバッティングに引き出る選手もこういなくて、 まあ結果的に投手陣はあまり巧みにリードしてくれるキャッチャーというのもなかなかいなくてまあ何でしょうかね横浜からすればね谷繁選手みたいなねキャッチャーが欲しいところではあるかなという感じなんですけどもねまあ総理相とはうまくいかないというところでまあ伊藤選手、戸柱選手、美井選手、まあ、この辺りをねまあうまく使っていくのかなと思うんですけどもただ、佐野選手、外選手をねキャッチャーでさせないとえ太田選手の使い道がよくわからないです。 えー、かつキャッチャー陣が多少こう打てるのであれば、まあ、ピッチャー陣が少しまあ不甲斐なかったとしても、まあ、その分、カバーできるんじゃないかなとこれは2018年、2019年西武ライオンズが、ねえー、パ・リーグを制したのように、えー、ピッチャー陣が、ねえーまあ、ダメでもーリーグワーストだったとしても、えー、打率やホームラン得点ランキングで、ねえー、一気に1位に出るような打線にね していような要素は揃っているので、まあ、そこでまあなんとか首位とか2位あたりに、ね、食い込めるような戦力なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、キャッチャーですよね。キャッチャーと、そして先発陣、ここが、ねえー、どうなっていくか、ここが三浦大介監督の手腕の見せ所だと個人的には思うわけです。ということでご視聴ありがとうございました。<music>